杯飲んで、うん、ですぐ意識飛んで、でママ救急車呼ぼうかなと思ってちゃんと生き返ったよ。Hello， 大家好，我是住在日本大阪的苏苏。我记得在我来日本之前呢，我总喜欢看就是那种日剧里面都会讲，就是日本男人呢在就是下班以后都会去，就是浅酌两杯，然后回到家的时候已经是醉醺醺的，可能有时候都是搭末班车回去。等到我就是遇到了我老公开始谈恋爱结婚以后，我才发现我老公跟就是日剧里面的那些男性完全不一样，简直是弱到不行。え、何と違う私の？え、梅酒。え、マジで男梅って書いてある。男梅だけやん。いや、私梅酒って欲しいんやけど、なんか男梅って欲しいってどこでも言ってないけど、これめっちゃ男で書いてあるやん。梅酒は梅酒だよね。そんな梅酒やったらいらんよ、その女でさ。乾杯。あ、美味しい。在日本就是他们都喜欢就是这种鱿鱼条，然后蘸蛋黄酱，然后就是一边喝酒，然后这个就有点像就是我们国内的那种下酒小菜一样。これ非常に硬いです。マヨネーズをつけて、うんじゃ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 、一回噛みます。これ噛めば噛むほど美味しいです。これでも匂いは足の裏の匂いがします。うわっ！この匂い苦手な人食べられへん。これ匂いする人おるやん。パワーさっき何本までいける？いや、一本。え、終わってるやん。弱。美味しいで、でもこれ。なんで？なんで終わる？ジュースで終わってるやん。いや、炭酸でも終わってるよ。レッドブルも入っても。一体どれぐらい終わったん？え？最初レッドブルとお茶終わって、うん。さらにとパイン入れて、これを先入れる。マジで？マジで言ってるの？うん。飲んでみ？いらんよ、そんな変やって。飲んでみよ。どうですか？あ、なんか意味わからん。ほんまになんかいろいろ入りすぎるやって。全然お酒のにあのそういう味せえへんもん。どんな味するの？ジュースやな。やっぱお酒弱いのによくお酒飲むな。付き合い前覚えてる、うん、あの和歌山旅行の時。いや全然記憶ないもん。いやそれは卑怯やん。絶対覚えてるやろ。何本飲んだ？2杯ちゃん焼酎。うん、10杯1杯2杯飲んで、うん、ですぐ意識飛んで飛んでたやん。ほん倒れたやん。でママ救急車呼ぼうかなと思ってちゃんと生き返ったやん。恥ずかしくない？そんなにめっちゃ人見られてるけど。記憶はない。でもなんで急になんか脱力失神してたやろな。アルコール中毒じゃん。でも生き返ったやん。それパパ強いよね。あさあ私日本にまだ来てない時でな、なんか要はなんか日本の男ってさ、なんかあの仕事終わってからなんか朝まで飲んでなんか終電で帰るとか。なんでそんなめんどくさいことされるのかな。え、でもそんなんやろ、あんたのパパはそんなんちゃうの？ちゃうよ。終電で帰ってくるけど親父もあんま強い方やからな。まだ飲むん？いや後輩とか連れて行ったらなんかいい。自分は別に飲みたいとかそんなんじゃない。飲みたいよ。親父好きやで、そういうの。クラブとか行って。え、お姉ちゃんと？お姉ちゃんおるとこ行ったりとかな。え、マジで、うん、え、お姉ちゃんおるところ行くん？後輩連れて行くん？支払いは誰が払うん？そんな高いとこ行けんね。キャバクラちゃうで。クラブやで。うん、クラブ行くけどさ、でも誰が支払うよ。そんな高くないから、お前。
その1、2万やって、そのお前が思ってるクラブと全然ちゃうからほんまに。でも1、2万でもあんたの割り勘や。割り勘ちゃうやろ、上司がおるやったら上司払うやん。上司払ってんじゃん。いや、あんた上司と一緒にご飯食べに行くのに絶対出してくれるやろ。出してくれる、だって誘われたら行くの。うん、タダで食べれるからな、うん、あんた喜んで行くやろ。いや、あんま行きたいな。嘘つき。え、社交辞令や。いや、ほんまに行きたない。嘘つき。いやいや、ほんまに行きたない。なんでか分かる、うん、早く帰りたいもん。帰ってきて何するの。私のご飯美味しくないって言ってんのに。まずいけど、腹の足しんじゃなるよ。え、1プラスの方がええやん。100に並んでもさ、うん、0よりさ、うん、1プラスの方がええやん。これ終わったら一杯飲みに行かへんの、みんな。見に行けんのじゃん。早く家帰りたいって言われちゃう。でもまあまあ好きな人はお酒行きましょうよとか言う人おるけどな。まあ、大概親父世代ちゃう、飲みに行くぞっていうの。下の子らは嫌がるんちゃう、やっぱり。早く帰りたい、自分の時間欲しいから。でも昔の人はなんで、飲みに行かないとわかんない。出世したい。だからよいしょせえなんかに、上司に。よいしょ、こうやって持ち上げながら。ついていきますよってごますりせんだから、だからついていかながらやん。今のコーラなんかあんまりそんな上目指しないやん。だからもう自分の時間が欲しいが、もう働いてるだけやからいけへんねん、みんな嫌な顔するから。飲み会とかだからもう僕は行かないですとか。やっぱり出世したいから、パパからの感じはそれで飲みに行くやな。それはおべっかせなのかな。おべっかだから持ち上げなの。うん、上司を気持ちよくさせて、女は次君を昇進させようとかね、ついていったら上司そうすんないで、ほんまに。ああ、これ初めて知った。そうなの。俺だからそんな別にせんでもいいと思ってる。はや、お金くれや、早く出世して給料上げてや。出世とかないもん、うちだってもう上司は固定されてるよ。その人より以上社長来られへんや。そのもうそう、もう積んどるよ。もうこの時点で積んでるよ。もう上司じゃないやん、もう先輩だけやん。だから抜かす抜かせへんとかじゃなくて、もうそれ以上いけへんやん。いかもないやん、いかもないし以上もないやん。あんたたちのほなら会社何人よ。8人ぐらいちゃう。まあ、8人ぐらいやったら確かに出世はできへんな。出世とかないもん。うん。其实日本人的话，大家就是非常喜欢喝酒，不光是就是日本的男性，就是连日本的女性都是非常喜欢喝的。嗯，我记得我跟我的日本同事就是聊过嘛，他们基本上晚上的话在家都会小酌一杯，要么就是喝点啤酒，要么呢就是喝点红酒，反正就过生活还是过得有滋有味的。当然就是说跟同事一起就是出去聚会喝酒啊，这些跟国内也是一样的，聚个餐嘛，就是。做一下团建，这些也是就是很正常的。日本的话就是在工作当中的话是比较严谨的。在工作的时间里面呢，你是没有时间，没有太多的时间，然后可以跟就是你的同事进行就是交流啊什么的。所以说就是这种晚上一起去酒馆呢，大家就可以在你喝得醉醺醺的时候就可以就是交流一下感情。而且还有就是像我刚刚我老公也说到，就是你可以随便给你上司擦一下鞋，搞不好你第二天你就被晋升了，这种情况也是有的。有什么看法呢？欢迎在就是评论区留言哟。谢谢大家关注，我是思思。